ファミリーマートで購入した日清食品の博多長浜屋台山ちゃん豚骨ラーメン。では開けます。火薬を入れ、お湯を注ぎ4分待ちます。火薬を入れ、お湯を注ぎ3分待ちます。3分経ちました。液体スープと粉末スープと紅生姜を入れて完成です。